プル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 ガチャ。俺だ、コビ。待ってください、今場所変えます。ああ、そうだ、海霧相変わらずビーチだな。いや、いえ、一応決まりですから。そうだ、大変ですよ、ちょうどご報告したいことがあったんです、隊長に。何？そんな事態になっていたのか。ええ、もう処理しきれませんよ、世界中の海兵が動いても。だから当初の予定通り、そっちに関しても軍は動かないはずです。海兵も足りませんし。それでいいと思う、我が国は世界政府に加盟してないからな。で、ビッグマムが鬼ヶ島に到着した件だが。はい、カイドウとビッグマムは長年犬猿の中、海賊同士の潰し合いを軍は期待してますよ。だろうな、こっちの予想通り、カイドウとビッグマムは殺し合いを始めたが、手を組んじまった。はぁ、どういうことですか。麦わらのルフィに関しても脱獄したとの情報はない。状況は停滞している。それともう一つ嫌な話だが、先日都でサイファーポールゼロを見た。え、なぜ我の国に。考えたくはないが、海賊の支配するこの我の国と世界政府は取引をしているってことになる。そう気がついて俺は数分思考が止まったよ。